実はほとんど知られていませんが、レッドハットやオラクルなどのようなエンタープライズクオリティの32ビット版オペレーティングシステムがあることを皆様はご存知でしょうか。今回はそんなオペレーティングシステムを32ビットのネットブックにインストールしてみました。果たしてどのようなオペレーティングシステムなのでしょうか。ぜひぜひ最後までお付き合いいただければと存じます。それでは早速行ってみましょう。その正体はギリシャ語で魔術や妖術、魔法や手品といったような意味があるマギアという名前の Linux をベースとした無料のオペレーティングシステムでございます。マギアは以前存在したマンドリーバ Linux というディストリビューションから派生したものでございます。またマギアはサーバーの世界ではデータベースの MySQL を MariaDB に置き換えた最初の Linux ディストリビューションとしても知られています。ちなみに最初のバージョンは2011年6月にマギア1という名前でリリースされております。このマギアは2010年にマンドリーバ SA の元従業員やマンドリーバコミュニティの開発者、ユーザー、支持者からなるグループによってマンドリーバ Linux から派生して作成されましたが、その経緯は2010年9月2日、マンドリーバの子会社であるエッジ IT がパリにあるトライビューナル・デ・コマースによる清算手続きを受け、2010年9月17日までに全ての資産が売却され、従業員が解雇されると、その翌日の9月18日、元従業員のうちマンドリーバ Linux の開発と保守を担当していた人たちとコミュニティのメンバーがマギアの創設を発表しました。同時にマギアはマンドリーバ Linux の開発者、ユーザー、従業員からなるコミュニティの多くのメンバーに支持されていることも発表いたしました。とまあ、早い話が倒産したマンドリーバで開発していた Linux をベースに元々の開発者などが集まってコミュニティベースで開発される Linux として生まれ変わったというところでございます。で、このマギアは現在も32ビット版の開発が続けられている Linux の一つでもございます。マギアは9ヶ月サイクルでリリースされるよう計画されており、各リリースは18ヶ月間、または次のリリースが公開された後の最低3ヶ月間のうちいずれか長い方の期間サポートされております。2023年5月現在の最新版はバージョン8で、通常のリリース計画通りであれば2022年8月31日で18ヶ月間のサポートは終了の予定でしたが、まだバージョン9が公開されていないためバージョン8はまだサポート期間内にあるということになります。ちなみにバージョン9は現在ベータ版が提供されています。ベータ版でも32ビット版が残っているので、32ビットパソコンでもマギア9が使えると見て良いでしょう。マギアは公式サイトからダウンロードできます。ダウンロードの方法も丁寧に紹介されているので、内容に沿ってダウンロードすれば問題はないかなと存じます。イメージファイルの提供方法はクラシックインストール、ライブメディア、ネットワークインストールが用意されており、それぞれにサポートされるアーキテクチャを選ぶようになっています。アーキテクチャを選択するとビットトレント、ダイレクトリンクのいずれかを選びます。希望する方法をクリックすると詳細ページに移動し、詳しい情報を知ることができます。ちなみに個人的によく使うライブメディアではプラズマデスクトップ、グノームデスクトップ、XFC デスクトップのいずれかを選ぶことができますが、プラズマデスクトップとグノームデスクトップはサポートされるアーキテクチャは64ビットのみとなっております。32ビットを希望する場合には残念ながら XFC デスクトップ一択でございます。ネットワークインストールの場合にはフリーソフトウェア CD、 非フリーなファームウェア入りの CD を選ぶようになっており、アーキテクチャは32ビットと64ビットの両方が用意されております。32ビットの場合はパッケージでもすでにサポートが終了しているものも少なくないと思われるので、非フリーなファームウェア入りの CD の方が良いのかなとは思います。ライブメディアでは3種類ですが、マギアはその他にもいろいろなデスクトップ環境を使うことができます。マンドリーバ Linux がそうだったように KDE プラズマがメインで最も人気のあるものですが、インストール時にはライブメディアと同じようにプラズマデスクトップ、グノームデスクトップ、XFC デスクトップが選べるほか、 LXDE、LXQT、シナモン、マテ、エンライトメントなどの他のデスクトップ環境も利用することができます。しかも多言語対応なので当たり前のように日本語対応しております。
30ディビット版のライブメディアでは XFC デスクトップのみでしたが、インストールを行う際には64ビット版と同じように様々なデスクトップ環境を選ぶことができます。マシンスペックと相談しなければいけないところではございますが、古い32ビットパソコンでプラズマやグノームが使えるとなるとちょっとワクワクしてきませんか。というか、まあ最近のプラズマは意外と軽快に動作してくれるので案外いい感じかもしれませんよね。ちなみにより軽快な環境としてアイスウィンドウマネージャーも用意されております。 XFC デスクトップでも厳しくなったパソコンであればアイスウィンドウマネージャーを選んでみるのも良いかと存じます。またマギアでは MCCマギアコントロールセンターという独自ツールを使ってさまざまな設定をすることもできます。デスクトップ環境の設定もできるので興味を持たれた方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。それとインストラメディアを作成する際にはさまざまなツールを使うかと存じますが DD モードが推奨されております。そのためルーファスを利用される場合には ISO モードではなく DD モードを選択するようにしましょう。試しに何度か ISO モードで書き込んでみましたが起動しないことがありました。やっぱり初めから DD モードで書き込むのが良いでしょう。マギアで配布されているパッケージはレッドハット社が開発した RPM 形式で配布されています。そのため以前のマンドリバ Linux はレッドハット系と呼ばれることもあったとかなかったとか、いずれにせよパッケージの追加は先ほどの MCC で管理することができるため Linux 初心者でも簡単に必要なソフトウェアをインストールすることができます。コマンド操作に不安がある方でも安心ですね。今回は32ビット Linux の一つとしてパソコンユーザーのほとんどの人が知らないマギアという Linux ディストリビューションを紹介いたしました。日本語もサポートされているのですが日本語での情報がとても少ないです。今年ももうマギア7をレビューして以来マギアを紹介していませんでした。個人的には初心者向けの Linux だとは思っております。もともと企業が開発していた Linux をベースとしていることもあり、ウェブサイトをはじめとしてディストリビューション自体も非常に細部まで作り込まれた完成度のとても高い Linux ディストリビューションです。しかもまだ普通に32ビットパソコンをサポートしているためマシンスペックが許す限り愛用のパソコンを使い続けることができます。マギアの URL は動画概要欄に貼ってありますのでぜひぜひチェックしてみてください。使うか使わないかはあなた次第です。ということで今回の動画は以上になります。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。このチャンネルでは Linux をはじめとした世界中の OS を紹介したり中古 PC やスマホをいじくり回してます。アズベリーパイやレトロゲームで遊んだりもしているのでちょっとでも楽しんでいただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。同じ PC フリーダムの名前でブログと Twitter でも情報発信をしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。 PC フリーダムの小田島でした。初心者向けの Linux ディストリビューションは頭文字 M です。ミント、マンジャロ、マギア、これが小田島が推す頭文字 M トップ3でございます。いずれのディストリビューションもワークステーションとしてとても使いやすいですよ。